この時、名古屋港水族館の近くを流れる堀川を飛鳥神宮のあたりまで泳いでいたんです。では、放火シャチたちは海では一体何を食べているのでしょうか。シャチは魚を食べます。また、イルカも食べます。アシカやアザラシも食べますし、ラッコやペンギンまで食べるんですよ。時には自分たちよりも体の大きなクジラも群れで襲って食べたり、サメさえも食べてしまうんです。世界中の海に生息し、海のいろいろな生き物を食べてしまうシャチは、まさに海の王者の名にふさわしい生き物です。では再びトレーニングの様子を見ていきましょう。アートトレーナーは皆さんの目の前のステージ近くまでやってきました。この後アースはある種目の練習をします。トレーナーの合図を見て、アートのトレーナーの呼吸を一気に泳いでいきました。今アースは水面を早く泳ぐ練習をしています。まずは1本目うまくできたので、トレーナーからご褒美をもらっていますね。そしてよしよしと慣れてしまっています。続いて2回目も見事に成功。こちらは南極のロッカイです。
ほどのアースと同じように大きな波を起こし、アザラシを海の中へと落として食べてしまいます。このようにシャチは世界各地でさまざまな餌の取り方を発達させてきました。手当たり次第に何でも食べるというわけではなく、私たち人間と同じように食文化のようなものを持っていたんですね。では再びトレーニングに目を移していきましょう。この後はアースがダイナミックな姿を披露します。前から3列目、4列目までにお座りのお客様には想像以上の大量の海水がかかります。濡れては困るお客様は今のうちに上の方のお席へとご移動ください。プールの水は海水ですので十分お気をつけください。アースとトレーナーは皆さんの目の前のプールの左端にいます。合図が出てもプールの中へと潜り込み助走へと出発です。アースの体重は 3.3 トンもあるんですよ。ぐんぐん勢いを乗せて右側です。豪快な助手が決まりました。右側です。ハラッカッカッカットレーナーの合図を一つ一つしっかりと見分けているんです。
髪に顔についている白い丸い模様はアイパッチと呼ばれています。ぜひ覚えて帰ってくださいね。再びトレーナーと一緒に場所を移動しています。先ほど顔についているものをアイパッチをご紹介しました。背びれの少し後ろ、赤いところの部分です。この模様はサドルパッチと呼ばれています。シャチの体色は黒と白のツートンカラーが印象的ですが、サドルパッチだけは灰色をしているんです。Thank you.